くん。元気すぎます。元気すぎます。プースケくん。プースケ。ここね、プースケばっ走り込んできたらね、腹筋力入れます。腹筋鍛えられる。嬉しいな。はい、落ち着いてな。ちょもう狂ってしまった。はい、落ち着いた方が可愛いからな。可愛いの撮りたいね。可愛いの。そうそう、そういうの可愛い、好き。あ、そう、そういうのがいいよ。そしてね、お母さん待ちです。お母さん早く良くなってね。っていうのは、まあ、11月とかね、年内にはいけると思うんですけども。ね。あ、1分。はい、落ち着いて、なんと撮ります。ちょっと落ち着いたかな。今ね、ショートを撮ろうと思ってましたけど、1分じゃ足りない。ね、落ち着いた？よかった。よかった。ヒットしか落ちない。ね、どうすけね、新しい家族さんが見つかるかもしれない。ね、年内にはね、その方の怪我がちゃんと完治して、それからですね、まずは、面会、お見合い、プースケの姿を見てもらって、ね、本当にプースケもそのお母さん候補の方も、ちゃんと相性が合うかを見てですね、ね、まずはね、会わないと何も始まりませんので、その日をとりあえず心待ちにしています。その方は、今までもね、噛むトイプードルの経験が終わりです。何頭か、ね、経験があるっていうことで、まあ、トイプードルのことも詳しいし、そういうね、ハイテンションになっちゃうしたというか切られましたね。トイプードルの扱いをよく知ってる方がやっぱりね、柴犬に関しても柴のことをよく知ってる方がいいね。おとなしい柴ばっかりじゃなくてね、おとなしい可愛らしいトイプードルばっかりじゃなくて、ちょっとやんちゃなね、ちょっと手のかかる、子を知ってる人ならね、プースケもエガちゃんも、まあたくみくんも可能性が広がってきます。よいしょ、落ち着いた。ああ、私も落ち着きました。ああ、よかったね。そしてね、おとなしい時もあるんですよ。いつもね、わーってなってますけどね、本当甘えたい思いが多分溢れててね、もういっぱいいっぱいやな、な、嬉しい思いとかね、もう溢れてるんでしょうね。もう体いっぱいの表現で、もうこっちからしたらちょっと可なんですけどね、落ち着くまで。だけどこういうのもね、きちんとこの子の居場所さえちゃんと安心できるところができたらすごいアップですけどね。プースケだって賢いですからね、プースケ。やっぱりね、どんな子になってくれるのかも楽しみ。もう今は本当にね、プースケももう自由にしてるから、今までの分な、がもうちょっと訳が分かんないところもやっぱりあるし、ここでできるだけね、羽を伸ばして、で次に備えなあかんね。あなたすごいんだから。だけどやっぱりね、 犬ってね、ちゃんと自分の居場所、里親さん家族の一員となって、ちゃんと自分の居場所っていうのがねできたら変わりますね。すごいですね、すごいです、犬ね。ほんとよう分かってる。やっぱりね、群れの一員になるっていうのはね、ほんとこの子たちのもう最低条件
ね、何も心配することがないところに行けば問題は起こらないと思います、ね、また切られましたけど、ふうすけがね可愛くていつも動画撮りたいんですけどね、なかなかねこんな感じなので、撮れなかったか、よかった、今日はゆっくりね撮れたね。ちょっとボサボサなってきたね。次ね、一応カットお願いしてるのは11月の1日になってるから、それまでな、あまり毛伸びんように祈ってるわ。やっぱこの子たちね、やっぱり2ヶ月限界ですね、本当はね。やっぱ2ヶ月、最低2ヶ月おきには切ってあげたいなって。ね。今さんのね、シチクラハルいう方が近くにいてたらいいんだけどね、今のとこはそのつむぎさんの、バラさんにしてくれてる三重県からわざわざ来てもらうことになってます、ね、もしね、お手伝い、トリミングとかね、シャンプーね、したいけど設備それからこんな中でもね、なんとか一緒に綺麗にしてくださる方とかね、もしいたらすごい助かります。まあ、はい、可愛い撮れたわ最後、よかった。バイバイ、ぶしけ。バイバイ、お母さん。あら、まだまないの。ぶしけね、あれなんですよ。入れたてのね、綺麗なお水が好きでね、やっぱり今入れたら結構飲みます。な、先から入ってる水にはあんまり用事がないねんな。で、入れたての、洗いたてのお皿でお水を毎日私入れてます。やっぱり一人は嫌やな、ふうすけも。すごいね、一緒にいててほしい。一人でもね、なんか適当にしてはるんですよ。だけどやっぱりね、人恋しいみたいね。やっぱりみんなでな、いてんのがいいな。な。えい。あれ、なんかあれよ、おっちゃん来はったんちゃうか、なんかおっちゃん来はったんちゃうか。ええー、な、どうでもええな。プーすけはなあね、かわいいでしょ。きっとね、やっぱプーすけね、やっぱ女の人の方が好きなんだな。愛想ってご飯くれる人やからな、愛想とかな、ご飯くれんかったらえらいことやもんな。いや、一緒にな、いてくれてる人やからな、愛想しとかなんな。嫌われたらえらいことやな、家追い出されたらえらいことやな。プーちゃん、ふうすけのその尻尾がやっぱりたまらんな。忙しいな、忙しいな。もんぼーちゃん終わり、はい、さよならって。送っていったるがな。いいですね、やっぱり後ろ姿ってね、好き。はい、お疲れさん。